カチャンネル。お疲れ様です。今回はこちらヤマハパシフィカの日本製モデルパシフィカプロフェッショナル、先ほど届いたところなので取り急ぎこのギターの外観仕様について見ていきたいと思います。サウンドチェックについてはまた別の機会にあげようと思ってますので、この動画はこのギターに興味のある方の少しでも参考になればと思います。では見ていきましょう。まず重さなんですけども約 3.5kg でした。ヘッド部分から見ていきましょう。ヤマハのロゴがちょっと立体的になってますね。で裏返して、でペグは5等製のロッキングチューナーです。ネックはメイプル指板、フレットはミディアムサイズのステンレスフレットです。出荷時にセットされている弦は0942のようです。指板の R はコンパウンドラディアス指板といって、ローポジションからハイポジションにかけて徐々に緩やかになっています。コンパウンドラディアス指板についてなんですが、資料を読むとコードワークを多用するローポジションでのグリップ感、抑えやすさで、チョーキングを多用するハイポジションでの音詰まりを防ぐ効果があるとのことです。ネックの塗装はさらっとしたサテンフィニッシュになっています。ネックシェイプはスリム C シェイプとなっていまして、自分は薄いネックは好みではないんですが、この握りは普段使っている U シェイプのストラットタイプのギターから持ち替えてもあまり違和感なく手にスッとなじみます。とても握りやすいです。でネック厚は資料によると1フレットで 20mm で12フレットで 22.4mm です。ピックアップセレクターは5ポジション、1ボリューム1トーンで、トーンノブをプル引っ張るとハンバッカーがコイルタップされます。ブリッジは5等製の 2.4 次トレモロブリッジです。少しフローティング状態にセットされています。裏面はこんな感じです。ネックジョイント部分です。すごく滑らかですね。でこの辺り体にヒットするようにコンター加工されています。表面のこの辺りもそうですね。ボディエンド部分です。でこの日本製のギターには、イニシャルレスポンスアクセラレーション IRA 処理というものが施されていまして、ギターに振動を与えることで新品のギターなのに何年も引き込んだような鳴りを引き出すことができるそうです。この満を持してって感じのメイドインジャパンのパシフィカ、触って抱えた感じ、とても丁寧に作られているっていう印象です。ヤマハのパシフィカっていうモデルですが、個人的に昔から本当にいいギターだと思っていて、パシフィカが初めて発売された時から確か1990年ぐらいだったと思うんですけども、その時からずっと愛用しています。特にパシフィカのセミオーダーシステムでオーダーしたこのギターはすごく気に入ってて、ずっと愛用しています。今回はこの新しいパシフィカの外観仕様について解説しました。サウンドチェックの動画もまたの機会に上げれたらと思います。このギターこれからライブやレッスンでガンガン使っていこうと思います。では今回これで。